かなかエキサイティングだったね、今日の国語。そうか、あれは国語の授業だったのか。和子先生のパフォーマンスライブじゃなかったんだね。こらこら、横に広がって歩くなよ。そんなことしてるとボーリングの的になっちゃうわよ。通学路でボーリングするのも非常識だと思うけど。